ちゃいでもね、今ここにいるので、はい、そのテンションを今優しく見守ってる。大丈夫ですか？ガチガチだけど。ゆうた顔ガチガチだよ。いい家だね。いいね。うん。かわいい。全然まだ1個の写しか撮ってないです。めっちゃ緊張してきました。ギュータがガチガチだから、うちまで映って初めて見ました、あんな顔。だからちょっといつも緊張してきたんですけど、心を込めていい作品にしたいので、ちょっと切り替えて頑張ります。ここはでかい。どうなの？ここはでかいでしょ。ご飯を待っているのかな、それともあいつの帰りを待っているのかな。茶色いシートすごいよこれ。これ何でまず筋肉痛がやそう。これは何でわかんない。YouTube ですね。ダンボールだ。それなんかやるか。で、開けてます。ほら、こんな湯豆腐もあるよ。湯豆腐おかしいね。湯豆腐おかしい。待って、めっちゃ入ってる。すげえ。うわ、見て、お茶漬けも。めっちゃいい。いいじゃん。はじめまして、ちなつって言います。一緒に住んでます。すいません。うまっ。結構甘っ。見て、これ。はい、ありがとうございます。はい、やばいね。やばいね。カメラ目線、っていうのをいくつだっけ、はい、家族だって思ってた。
かな。いいですよね。最後のセリフが消されてる感じがいいなと思って、うんうんうん、めっちゃいいです。撮影も終盤になってます。こっからだんだんユータとの関係性が崩れていく、大事なシーンに入っていくんで気持ち切り替えて頑張ります。気持ち入ってます。これで準備できてたらこれで来て一瞬嫌な感じ。なんでそんな怒ってるの。言ってんじゃん。だから謝ってくんね、まず。なんで怒られてるか分かんないけど。嘘ついたからじゃんって。嘘ついてねえ。ついてたよ。ついてねえ。ずっとついてるわ。どこか分かんないけど。てかさ、携帯持ってくの気持ち悪いんだけど。いいだろ。いや、隠し事あるからじゃん。じゃあ見せて。早く見せてよ、じゃあできる。は？見せて。じゃあなんで見せられないのっつってんの。見せてみ。でも出てけ。出てくわ。そういうな。パありがとうございました。今日どうでしたか撮影。いやー楽しかったですよ。いや意外とできたよね。うん、やっぱ設定がカップルだったんだけど、はい、その音を使わないから、うん、もういつも通りできた。マジでこれが本当に助かった。そういつものうちとゆうたが空間と監督の素晴らしさによって、うん、そう、ね、カップルに見えたよ多分、うん、多分。いやこのスタジオもすごい良かったね。すごい良かった。入った瞬間とか雰囲気良かったね。その喧嘩のシーンとかも結構良かったんじゃないですか。いや良かったよ多分。言うたら棒立ちがやも良かったですよ。ぜひ演技にも注目して、うん、あいつの犬見てくれると嬉しいです。はい、ゆうたくん、はい、今回本当にありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。最高でした。ありがとうございました。